とりあえずやれることからやってみようかなって。私も頑張るからさ、もう死にたいなんて思わないでください。あといくつ心臓があれば僕は君の手を掴んで。普通って何？私のこと何にも知らないで勝手にいろいろ決めつけないでよ。俺がまつりちゃんのこと守るから一緒にいてください。これ以上カズ君といたら死ぬのが怖くなる。また一つ季節を超えていく夢みたいに続く日常がいつか終わるとしても、私間違ってなかったよね。これでよかったんだよね。会いたいよ。この企画のお話をいただいてから本当に本当にいろんな物語があって、なんかこうして完成できたこと、今ここに立っていることを本当に嬉しく思いますし、なんか感無量というか、本当にこの1年みんなで前を向いて生き続けたこの1年、映画余命10年がこれからたくさんの人に届くように心から願っています。本当にこの日を迎えられてとても幸せです。今日はよろしくお願いします。本当に去年から去年一昨年か、この作品に携わってきてすごく宝物のような時間でした。撮影してる時本当に生き切ったなというか、完成したものを見てもここまで感情があふれることがあるんだな、ちょっとそこにも驚きはしたんですけど、まつりちゃん、カズといろんな周りの方々の本当に愛にあふれた作品になったと思います。このまつりという役を演じ終えた後は抜け殻状態だったというか、すごい燃え尽きたなっていう気持ちがすごい大きくて、なんかすぐにこう次の仕事に進めないぐらい不思議な時間だったというか、なんか自分の人生とあとその役の人生両方が重なって、本当2つの人生をこう歩み続けたっていうのが今までにそういう役はなかったので、すごく大好きな現場でしたし、ここにいる皆さんと一緒に一つのこの大切な作品を作れたっていうのは本当にかけがえのない、自分にとってすごく宝物になりました。まあ病状が悪化していくという部分もあったので減量を常にずっとしていたんですけど、だからこうこの現場でみんなでご飯を食べるということはしていなかったので、まあ自分で持ってきたご飯を食べていたんですけど、うなぎの差し入れとかいいなって思いながら、美味しそうだなって思いながら、なんかずっと現場のなんか大事なシーンなのにお腹がすごい大きい音になっちゃって、家族とのあのシーンだったんですけど、なんか今の誰お腹鳴ったのみたいな、私だなって思いながらも、ちゃんと最後までお芝居続けなきゃと思いながら、まあ常にこの現場ではあのお腹は鳴っていたんですけど、その祭りの気持ちももっと計り知れないと思うんですけど、その苦しさだったりとかいっぱいいっぱいになっちゃう気持ちとか、そういう減量して自分の身にこうちゃんと味わえて役としてこう消化することができたので、はい、そんな感じです。あの今原さんがね思い出して泣かれてますね。いや本当ね、うん、あのみるみる痩せていくわけ、うん、見ててね、もう途中で心配になっちゃって終わったらね、終わったら美味しいも食べ行こうねって言いながら頑張ったね、はい、定期的に点描を1年かけて撮ってるので、本当に桜の時期にみんなで花見をするとか夏に海に行くとか、なんだかこう友達と1年を通して行事を
ごとで集まって遊んでるっていう感覚は自然となんだかすごく皆さんとの時間の中でできていって、でもその中で個人的に小松さんとは前に作品ご一緒して、プライベートでも仲良くしていただいてたので、すごく大変な役を本当に減量もしながらすごく真剣に向き合ってる姿を隣で見ながら、なんだかこう仲間としてもずっと知ってる友達としても本当にかっこいいなと思ってましたし、この撮影中もなんだかこう自分自身がへこんじゃうこととかいろんなことがあっても大変なのに、私自身すごく奈々に相談したこともあったし支えられたことがすごくあって、その姿がみんなとの楽しい時間と、なんか これだけ向き合ったみんなの時間がこの一本の映画にすごく詰まっているなと見た時に思ったので、すごく見た時はいろんな気持ちが溢れてしまいました。4人、山田さん、奈緒さん含めた4人のシーンもたくさんあったと思うんですけれども、思い返されて特に印象に残っているシーン、撮影はどのあたりですか？タケルがなんか桜のその、お花見のシーンで、なんか桜も満開、俺も満開って言ってました。それにすごい笑って言ってた、ね、言ってた。なんかそのタケルの存在ってすごいやっぱりこの4人でいる中でも大きかったので、うん、常にこう笑わせてくれるというか、まあ、アドリブはめちゃくちゃ大変だったと思うんですけど、声の部分も使ってほしいなと思いながらたくさんでもすごい、いやもう、ゆうきくんめちゃくちゃ喋って、いや本当にそう、多分台本の文字量よりかはアドリブの量の方が喋ったかもしれないですね。はい、そうそう。松重さんから伺ってよろしいでしょうか。松重さん、何とおかけ、これからでいいんですか、これ。はい、家出じゃないです、これ出家ですね。出家、本当にもうこの年になってくると余命10年というか余生10年といいますか、もう本当に自分の寿命がねどうなるか分かんないんで、いろんなことが終わったら、僕寺好きなんでね、出家してねお坊さんになるのもいいなと本当に思ってますよ。ええ、すいません、最初からこんなね変化球来ちゃって。私は世界旅行ですね。今なかなか、ね、いろんなところに行けないですし、やっぱ体力も落ちていくと思うので、まだ動き回れるうちにいろんな世界を見ていきたいなと思って、一周とかできたらいいなとか、今特にできないことですからやりたい、ね、そうですね。だからもう本当に落ち着いたら行ったとこないところを全部行ってやろうと思ってます。10年あれば多分できるかなと思いまして。小松さんは日本一周と書かれてますね。世界一周って書こうと思ったんですけど、まず日本を知らないなと思って、まず日本を知っていくことが私はなんかそこから始めたいなというか、まだ日本にはたくさん底知れない魅力が多分いろんなところに散りばめられているので、なんかそこで会う人だったりとか、なんかいろんな話をいろんな人に聞きたいですし、日本はなんか素晴らしい場所なんだぞと海外の人にも紹介できるような日本のいいところをたくさん知っていきたいなと思い、日本一周にしました。黒木さんのお姉さんが世界で、まつりちゃんが日本というね兄弟感出ましたね。兄弟感が